はい、どうも。それでは、届いた Mac mini、新しい Apple のチップ、M1 と呼ばれているチップが載せられている Mac mini を、購入しました。早速開けてみたいと思います。結構今 Apple のこの保護フィルムが厳重で、開けるのもなかなか面倒くさいんですけれども、バスッと開けて、よいしょ、箱を開けてみました。そうするとこういう感じで入ってますね。で、開けて早速出してみましょう。これひっくり返すのかな、壊れちゃわないかな。はい、出てきました。最近のあれに漏れず、ちゃんとカバーフィルムがかかってます。ベリベリベリっと破って、私自身がアップルの Mac mini を買うのは初めてでは、自分のものとして買うのでは初めてです。もちろん職場で使っていたりしますけど、こんな感じで1枚入ったんですが、どうもこれもう1枚、ポート類をカバーする、なんていうんですかね、このシールがついてます。まあ、これもいっちゃいましょう。で、行った後は当然ですが、このようにポート類にカバーがかけてありました。見てみると電源コードとイーサーのコードと USB の C が2つに HDMI、 それに USB のこれは A っていうのかな、大きいやつにイヤホンジャック、それと多分これはあれですね、ファンの換気用の穴が、口が開いてます。で、裏には、まあ、見にくいと思う、見えないと思いますけど、Mac mini と書かれているという感じですね。そして、梱包されているものは、Designed by Apple in California。いつものように、こういうやつですね。まあ、中は多分大したことも入ってないと思うんですよね。シールぐらいは覚えてますけど、はい、相変わらずシールが入ってます。もちろん最低限のこう説明書、これ日本語なのかな、日本語も入ってますね。いろんなのが入ってます。まあでも最低限の説明だけですね。レコタブに漏れず、詳細は調べ部で見なさいよみたいなことなのかな。ようこそ Mac mini みたいなものが書かれてます。まあこれはいいとして、もう一つ梱包されてるのは何かというと、電源ケーブルで、多分これだけだと思われます。あとは空っぽ。さあ、それでは今から Mac mini を設定していきましょう。